皆さん、こんにちは。しょうまにです。新年明けましておめでとうございます。2022年も今年もよろしくお願いいたします。さて、えー、今回はですね、えー、っと、2022年1月1日元旦ですね。はい。で、今回はですね、えー、っと、伊藤ヨカドに行ってきまして、あの、初売りセールということで、あの、トミカを買ってきました。 はい。二種類買ってきましたね。はい。一つは、あの、伊ト洋華堂限定のトミカ。そして、もう二つ目が、あの、以前も確かやったと思うんですけども、あの、福袋ではなくて、福箱トミカっていうのがありまして、はい。えっ、ー、と、三台ですね。三台で、千百円ですね。まあ、税込みで、千百円の、あの、まあ、 箱トミカっっててていいうののがありままししはいえー、そちらもやっ買ってきました、はい、なので、合計4台になりますねはいで今回、こちらの動画はですね、えー、っと、買ってきたもの紹介なので、えー、っと、まあ、また、えー、っと、ご、後日ですね、後日、開封動画の方をアップしていきたいと思いますので、あの、1台ずつ、紹介していきたいと思いますので、えー、楽しみにしていってください。はい。 それでは、えー、前、前置きはこのぐらいにしまして。では、早速紹介していきます。はい。この袋は、まあ、持参のね、袋ですね。はい。今もう、袋はね、レジ袋はもう有料になってますのでね。はい。もう、家から、えっ、ー、と、この袋を持ってい持っていって、はい。えっ、ー、と、はい。この袋に、はい。あのー、お会計後、 入れて、はい、買ってきました。はい。まずこちらが、えー、福箱トミカですね。はい。え、その、まあ、外箱ですね。はい。この中に、えー、3台、もう入ってます。はい。安いですよね。3台で1100円っていうのはね。はい。で、えー、こちらですね。今回の目玉商品がこちらなんですよ。えっ、ー、と、トミカ、イトヨカド限定の、イトヨカドオリジナル、松田ロードスター、トリコロールカラー仕様ですね。はい。えっ、ー、と、ボディカラーは、 赤。そして、屋根が黒になってますね。はい。まあ、あと、青もね、入ってますね。はい。で、あの、この、イトヨカドオリジナルの、この、このね、トミカを、うん、まず最初にゲットしようってことで、あの、行ったんですけども、あの、いつものトミカ売り場の方に行ったんですけども、それがな、これがなくて、はい。あれおかしいなーと思って。で、あの、 まあ、ちょっと周辺の方もちょっと、見てみたりしたんですけども、やっぱなくて、で、あの、レジの店員さんに、あの、この、伊藤ヨカドオリジナルのトミカありますかって聞いたら、あ、こちらですってすぐ案内されまして、なんと、売り場が、ちょっと違うところにあったんですよね <laughs>。あの、売り場、そうそう、ですね。はい。トミカの、こ,このトミカの売り場が、 違うところにあったんですよ。はい。で、そこに、ね、案内されたと,と,ところに行ったら、めっちゃありました。はい。まだ数いっぱいありましたね。はい。双顎、双籠ありまして、もうそこにい、もうたくさんありました。はい。なんでも、よかったです。<laughs> はい。まあ、最初は、えーもうないなら、もうどうしようみたいな感じで思ったんですけども。あの、店員さんに聞いてよかったです。はい。で、無事にゲットしました。はい。 こちら、えっ、ー、と、税込み770円でしたね。はい。で、えっ、ー、と、こちらですね。福箱トミカです。はい。ではね、早速、中身をね、なん一体な何のトミカをね、買ったかっていうのをね、紹介したいと思います。はい、まあ、お見せします。はい。これね、綺麗に開けたいんで、よいしょ。買った。 よいしょまあちょっと折れ曲がっちゃいましたけど。はい。はい。こんな感じです。まだ持ってないトミカですね。はい。3台選んできました。チョイスしました。はい。こちら。まず1台目が、えっ、ー、と、トミカナンバー3番ですね。えー、動物運搬車です。こちらパンダのね、運搬車になります。で、スケールは特に箱には書いてなくて、アクションギミックは車体取り外し、そして動物脱着ですね。 これ、外れるんですね。はいいですね。これもね、前からちょっと欲しかったんでね、良かったです。無事に。はい、変えて。で、2台目ですね。トミカナンバー18番。日産 NV350 キャラバン、救急車になります。はい。スケールは1 69分の1で、アクションギミックはサスペンションと後部ドア開閉になります。はい。こちら、持ってるような気がしたんですけどもね、あの、調べてみたら、あのまだ持ってなかったので。 あ、もう絶対これ買おうということで、はい。はい、買いました。はい。また別の救急車だったのかなはい。あの、調べたら、あの、なかったんで、ね、はい。あ、じゃあ持ってないんだ、と思って、はい。あの、買いました。はい。で、えっ、ー、と、ラスト3代目ですね。えーと、トトミカナンバー42番、ハトバスですね。スケールは156分の1で、えー、アクションギミックはないんですね。書いてないので、はい。 これも持ってなかったのでね。あの、前から、まあ、欲しかったっていうのもあったんで、買いました。今回買いました。はい。というわけで、えっ、ー、と、以上の、こちらの4台ですね。はい。こちらの4台を買ってきました。はい。あの、後日、えっ、ー、と、開封動画をね、1台ずつ紹介していきますので、えっ、ー、と、楽しみにしていてください。はい。それでは、えっ、ー、と、今回はこれで終わりたいと思います。 最後までご視聴いただきありがとうございました。えっ、ー、と次回、えー、開封動画紹介動画楽しみにしていてください。それでは失礼します。さよなら。